なんすか、あなた方。すいません、ちょっと通りますね。すいません。私は、風は私たちに味方している小さき男よ。お前はそう簡単には勝てないだろう。はあ、なんか部族っぽいやつ来たな。弱点があるかどうかやな、こいつにな。とにかく今は、あ、ヘッドスライド。SDDS。あ、それいいね。SDDS は新しいな。これちょっと使ってみようか。SDDS ね。左側から狙っていくよ。で、トラックスラム。これも間違いない。あ、しかも敵全体。いいですね。で、ルースターもローリングヘイル。今も左側。で、レイジはルチャー。SDDS やったな。あ、206のダメージと604。めっちゃでかいな。まあまあ、レジのランニングスプラッシュまず決める。もうこれ一発鉄板。ここや。SDDS。ヘッドスライド。おいた、ナイス。しかもこれ、死なへんの？うせやん。あれ、ちょっと待って、俺、見当違い？いや、攻めるしかない。左側をまず倒そう。頼む。耐えろ、ブラッド行った。赤ファーディ、もう、ファーディさ。違う、お前、かなり攻撃力高いんやから、マジで生き残れて。でも、こいつらの攻撃するの早いよな。しかも死なへんし、SDDS。え、これだいぶきついんちゃうか？これセーブしといて正解やな。しかもスタンの効果も付与できひんし、結構防御面も硬い気もすんのよな。いや、もう自利品よな。いや、俺これ無理やと思う、今は。俺これ、え、どうやって勝つんやろ。ちょっと今試してみていい？何かを。これもうどうせロードしなあかんから。俺これずっと気になってんねん、これ。汚い水の入った瓶、これを敵に投げつけたらどうなるのかっていう。これ一回見てみようか。よし、戦闘開始。はい、まず殴られる。はい、死んだ。もう意味なし。もう一回やってみよう。汚い水の入った瓶、これを敵に投げると。まあまあ、ブラッとやられるのはしゃあないわ。おっしゃ、 SDDS なんとか倒れてくれへんか。まだか。倒れたってやもんな。マイナス900スタン、マイナス900。あー、ちょっと待てよ。これをうまく使っていかなあかんのかもしれん。ちょっとアイテムでもう一回やってみて。汚い水の入った瓶をビッグチェリー右に投げてみるわ。これで一回様子見てみよう。ルースターに行った、変な気持ちになった。はい、ブラッド死んだ。でもルースター投げるはずやねん。101と毒か。あー、毒がマイナス900なんや。これはでかいな。なるほどね。はいはい、わかりました、わかりました、わかった。戦い方さえわかれば。だいぶあれでかいねんな。俺そんな知らんかったから。まあとにかくブラッドは普通に攻撃してもらいましょうよ。うん。で、ファーディはもちろんこれトラックスラムですよ。これも大ダメージですよ。で、ルースターの攻撃が若干微妙ってところあるんで、こいつにこのあの汚い水の入った瓶、これを投げてもらいましょう。はい、ダメ。違う、ごめん。これぐらいは、俺これぐらいはちょっと何回かチャレンジさせて。そのレベルが足りひんっつうのもあると思うけど、戦い方でなんとかできそう。俺も、じゃあ俺、ちょっとごめん、使うわ。じゃあもう使うわ、俺。火炎瓶。オッケー、火炎瓶いった。炎上やろ？そう、マイナス608、炎上が出てきて、その後に、だからどうなるかやな、それが。それぐらいのダメージを。ナイス。あ、450か。じゃあ毒の方がいいわけか。これ、毒と火炎瓶が相反するのかどうなのかっていうのを一回次見てみていい？ナイス。ナイス。オッケー。これでだいぶでかいんじゃん。どういう風なマイターンのダメージになるか。見物。しかもナイストラック。あ、1350。左のやつって毒にならへんかったんかな。でも1350ってことやんやったら両立してるよね。オッケー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 。火炎瓶の効果も続いてるってことや。で、ルースター次死ぬから。でもルースターは別に死んでも問題ないから。これ勝てるかもよ。ナイス !3 人残しよう。オッケー。お、どうした。え、すげえ、3人残った、ラッキー。え、レベルアップって何さ。まずやな、お前にとっては無意味かもしれんな。うわ、すげえこいつら。しかもこれ俺なんやねんな、ジョイを飲んでないけど、ある意味危険みたいなもんやもんな、あいつらな。これちょっとセーブできひんけど、先になったらセーブできんのかな。なんかめっちゃ嫌。ごめん、なんか生理的にめっちゃ嫌な顔してる、お前。大丈夫だよ、パーシー。誰も見ていない。大丈夫。動き出す時が来たよ。パパが教えてくれたことだけは忘れちゃダメだよ。ポッポー。
列車が来たよ。出歩出歩出歩。あれ？てへへ、何かな？ちょっとくすぐったいよ。後ろで何が起きてるの？ああ神様、やっつけて。これ何だこれ。え？君は命の恩人だ。君に全てを捧げるよ。いらん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 、もういらんいらん。なんでお前を俺仲間にしよう。いやおかしいやん、なんなんこいつとか。え、全然いらんねんけど。ていうか俺の意見聞かへんお前らマジで。うん、まあスキルもまあ別にそんななんか大したことあるのかないのかも分からへんしさ。あ、でも強いかも。運命的なノクソの後に仲間に加わった単なる普通の人。え、のくせにこんだけ強いの。あ、壊れたブーメランやって。カモの人っていうのがなんか分からんねんな。地名？地名なんか？カモっていう。これどういうことなんやろな。あ、あ、ナスビ絞れてるやん、こう。え、あ、なんでナスビ絞れてんの？リック！よかった、生きていたんだな。何が起こっている？バディはどこだ？お、どこ行った？おるやん。え、あ、びっくりした、あ、びっくりした。なんやねんお前、めっちゃでか頭してんな思ったらお前。おい、降りてこいよお前も。おい、降りてきなさい。ん、何すんの、後ろからとか言って飛んでこへんな。死んでいる。あ、あ、あ、びっくりした。あ、何、え、なんで俺がびっくりさせられてんの。あ、捕まえた。リク、一体何が起こってるんだ。リック、そのことにはもう関わらないでくれ、ブラッド。関わるなだと？俺の娘はどこにいる？うん、娘か。あの子は言ったよ。もうお前のものじゃない。何を言ってるんだ。こんなに長くかかるとは思わなかったよ。俺たちは世界を守っているんだ、ブラッド。あの子は俺たち人類が再び栄えるための唯一の希望なんだ。お前もわかるだろう。バカか、あの子がどんな目に遭うかわかってるのか。俺たちに一体どうしろって言うんだ。死ぬしかないのか。あの子はどこだ。どうしてこんなことをするんだ。俺たちはあの子の家族だったじゃないか。あの子は俺たちを信じてた。俺の娘を奪わせはしない。いい加減にしろ、ブラッド。よくそんなことが言えたもんだ。俺たちはまさに今、もっと大きな問題を抱えているとは思わないか。お前の小さな家族なんかよりも、ずっと重要なことがこの世界でよく噛んだ。もう家族にはうんざりだよ。お前の心の罪が意識のとなんてかしてたって、俺は構わない。別にそんなことどうだっていいじゃないか。もう、これ以上好きに勝手な真似はもうさせらんねえな。お前は俺を分かっていないな。ああ、その通りだよ、ブラッド。分からない。俺たちが知っているただ一つのこと、それはお前がうだつの上がらない役中だってことだ。そして神の落とし子を育てられるような人間じゃない。この世界で最も重要なことは、もう手を出さないでくれ。お前は父親なんかじゃない、ただの中毒者だ。ジョイはやめた。今の俺にジョイはいらない。もう言ってるやつから中毒症状が出た。そんなざれ言聞かせるなよ。あの子がどこにいるのか教えてくれ、リック。お前を傷つけるような状況は望んでいない。やってみるよ。え、俺、あ、え、俺、え、どうしよう。え、これ拾いたいねん、これ。オッケーオッケー。え、これなんか返さなあかんかな思って。必要以上に厳しくさせないでくれ、リック。黙れ。おお、え、ん、な、何すんの。
おお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 うせやんえうせやん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 え俺こんな汗だかんのえうせやん半分顔つくめてもだねうわちょっと待ってうわうせやんえ俺これしなかんめっちゃ見てるやんお前とかちょっとマジか俺ナスビ好きなんやけどなあマジでえちょっともう行かしてや普通に行けばいいんちゃうんうわちょっと分かったブラッドやめてくれあの子はスティッキーと一緒にいる洞窟に隠れてランドの何してんのブラッド俺を殺す気か頼むえなんでお前がえもうダメだどういうことブラッドはやっぱちょっとやっぱ病気的な感じが強いってことうわめっちゃなんか覗いてるやんあいつやっぱ朝日新聞のものですけどとか言ってきたどうしよう俺朝日新聞のものですけどとか言ってうわこわどうしよう文春法とか飛んでくんじゃん俺うわやめてようわ文春法あほら文春法ややっちゃうわ見えたぞやあ全然見えてへんもう行こう近づいてきてるえあいつ何あいつ何え俺体力ないねんってルースはやられてるからさあいつ倒さなあかんのあれちょ俺ないねんって回復がちょごめんなまた後で相手してるからさいやーなんか怖いなブラッドのいやーなぜ俺の名前を知っているふんだいぶ昔からの仲じゃないか君が私を覚えていないだなんて驚いたよ。おう。この人がわかるかい？ん？ど、え、なに、ど、ど、どれ？これ？え、これうちのファーディーちゃうの？彼が好きか？いや、好きじゃないし、愛してもないですね、はい。いや、消えてもらいたいですね。君はすっかり変わってしまったのか、ブラッド。証明してくれ。君の腕、君なんかにはもったいないな。私はそれが欲しい。厳しすぎる条件でもないだろう。どうなんだ？え？どういうこと？え？ファーディーやんな、あれ。え、俺の仲間のファーディーやんな。トラック野郎ファーディーですよね。腕を切れ。彼のことなどどうでもいい。どちらも渡さん。俺が お前を殺す。え、ちょっと待って。腕を切れっていう選択肢はでも俺一番したくないな。いや、もうどっちかを失うくらいなら、どっちも失うわ。もうそれで行くわ。戦おう。もう一人少ないけど、戦おうお前とブラッド。それは実に無駄なことだ。いや、ちょ待ってや、そんなさ、お前、俺の、その、俺のパーティーから外すのもやめるよな、お前。ねえ、しかもブラッド禁断症状にあんのよな、今。ずっとさっきからね、実はメニューが開けなかったんですよ。メニューが開けなかったイコール、ブラッドは禁断症状が絶対出た状態でこれ迎えなあかんちゃうかな。いや、もう防御しかないよな。もうあとはレイジの、ここのスキルで行くしかないもんな。めっちゃ強いんちゃうこいつ。もうさマジでさむちゃくちゃすんなってお前。え、あんな真似だわ。二度とするな。私と君との時間の無駄だ。さあ選べ。君の腕か彼の命か。まあでも腕と命っつんなら腕切ったらいいんちゃう。じゃあうん、なんと勇ましい。君はこの選択がこれからどんなにひどいことになるのか正しく想像できていないように思えるよ。前においで。おやれ。ブラッドの ATK が減少した。ディフェンス、左手を使う技を失った。痛みがジョイへの渇望をより強めた。え？俺って
ただ死ねたらなぁと考えているようなやつなのに。おもおめえ、ちょっと話めっちゃ重ない。このグラフィックで見てや、ファーディーとか。ほんでこの姿のマジで言ってんの、なんか、いや、やっぱあんなやつでも命やからな、無限にはできへんわな。うわ、ほんまに左手なんや、ほんまになんや。すげえこのゲーム。まあセーブしようか。俺もうこの選択肢を変えるつもりはないから。これさ、今のセーブ画面もさ、ちょっと変わるんちゃう、もしかしたら。変わるかもな。左手なくなったバージョン来るかもな。よう、あんた、あそこのバイクが見えるかい。うん、今からあんたのもんだ。え、何くれんの。俺はもうどうしようもない状況だが、バイクはあのように連れていけないからな。覚えておけ。坂で飛びたいならアクションボタンを押したままにしてウィリーするんだ。え、何それ、難しいし。まずアクションボタンが分からなければウィリーっていうやり方を教えてもらわないと。だがウィリーをするなら岩のないところだけにしておけよ。さもないと泥を食らうだろう。それと、誰かをバイクで引いたなら経験値が手に入る。ヘルメットは被るなよ。死ぬほど野暮だからな。それじゃあな。え、乗れんのこれ。お、乗った。お、すごい。あ、これ、これウィリー。あ、これウィリーな。はいはいはい。で、これで、こういう、ば、これ引ける引けるん、こいつ。こいつ引けへんの。あ、こいつ引けへんのか。え、経験値は。これなんかジャンプとかできへんのこれ。ジャンプはできへんのか、これ。できへんねんわ。なんやろ、ウィリーちょいとあかんのかな。あ、これちゃん、これちゃん、これで、こっち、これジャンプじゃん。あ、すごい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 。あ、すごいすごい。あ、楽しい楽しい。あ、楽しい楽しい。え、なにこれ。ちょっと待って、ちょっと待って。降りましょうよ、降りましょうよ。いや、降りれないんですけど、なんか降りれなくなっちゃってるよ。大丈夫こいつ。こいつも、こいつも倒すの。いけるだけ、行く行くじゃん。いけるだけ行け。いや、行け、ドンドンドンバン、行け行け。じゃあここら辺でジャンプジャンプジャンプって多分練習しといて。あ、岩か。ちょっとした覚えゲーみたいなって。これ意外と面白い。右をシッパバージョンでいかにクリアできるかっていうのを競うのが面白いかもしれない。これをこっち行きます。これを押しときます。ここで止まる。よっしゃ、よし、オッケー、オッケー。 こんなさ、こんなとこでさ、こう、こうか、オッケー、こうやろ、こうやろ。めっちゃむずいな。こうやろ、こうか。あー、危ない。おお、こう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 、おっしゃ、上まで来た。これぐらいの段差やったら飛び越えられんのな。あ、これもいけんのか。3マス分ぐらいは飛んでんねんな。じゃあこれ普通に、よいしょ。大丈夫、でも俺死にたくないんだけど絶対。あ、バンバンいけるやつや、これ。バンバンいけるやつ。オッケー。で、上行く、上行く。危ない。これ、ここめっちゃむずい。こうやって、こう、よし、ナイス。あとは、あと降りんのかな。はい。え、これって常に乗れるようになるの、このバイクって。今だ、めっちゃいるやん、なんか。え、なにこれ、親玉。え、なにこれ、あの、赤いの。ランドーは非常に申し訳ないと言っている。あ、ランドーさんなん。彼はバイクを壊してしまったことを謝っている。お詫びの品として彼は我々の食料の全てを差し出すようだ。いや、結構ですよ。ランドの軍用食8個手に入れた。あ、いや、いいですいいです。ランドは今すぐ出発しなければならない。どうか彼を許してくれ。え、どういうこと、なんなん。え、立ち位置どうなってんの自分ら。ランド3とかないの。ほんで8個全部って、お前少なすぎるやろ。彼のマスクの下に涙を見た。せやん。え、めっちゃ優しいやつ。実はめっちゃ優しいこいつ。っていうかこいつ反り込み入れすぎじゃない。お前反り込み奥まで行ってしもてへんこれ。え、聞くこいつのため。あ、はい、や、しかも起動 PUBG や。お前、俺たちの食料を持って行かせるわけにはいかない。え、どっちやねんお前。ランドも親切が過ぎてるぞ。お前のようなクズはあの人の優しさに触れる価値すらない。お前の旅はここで終わりだ。もうちゃうやん、ちゃうやんってさ、お前さ、考えろよマジで。いや、ちょっとマジでめちゃくちゃやってるよねこいつら、マジで。
え、どうしたいの俺これ回復さ間に合わんって絶対。ランドの軍用食、あ、使っちゃう使っちゃうっていうの手じゃない、これブラッドやな。で、ファーディー、いやもうファーディーはもうトラックスラムで行くよ。で、ルースターもランドの軍用食自分に、さらにレイジも軍用食自分に、これで俺らの方が早い攻撃でありますようにお願いします。あかん、終わった。じゃあ次は次はナイスナイス、はい終わった。一発で決まった。他ミス、おーナイス、2匹目3匹目、あおーノンパーフェクト。これはもうファーディのトラックスラムかけるしかないってことですね。かルースターがコンコンと叩き合えば可能性はあるな。ナイスルースター、ナイス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 。いや当たらへんかっても仕方ない、それはもうパーティーは一撃必殺だから当たればもう儲けもんって感じ。よし頑張れ、んーまだかかんか、うーんパーティーが犠牲だったね。最後にルースター決めてくれよ、もう決まるはずよ、戦食らうはずよ。ナイス、よくやった、非常によくやった。お前はルースターはね、なんかね別に大した能力ないねんけど、美味しいとこ生き残るんよなこいつな。結構生き残り体制のラック持ってるみたいな感じ、狙われにくいんかっていうぐらい。これはもう こっちなんもなし。え、ランドはさ優しいってことなんかな、なんかそう捉えられるよね実は。でランドは優しいけど、ランドの周りの人間たちがまあランドを独り占めしようとしてるというか、まああんまりその優しさがね周りに行くより自分に全部来てほしいみたいな感じなんじゃないかな。あ、カラスや。じゃあセーブするも何もまず俺回復しちゃいねんけどな、それ不可能かな。入ってみていい？うわーむっちゃ拷問や、やばい、エベレスト拷問おるわ。セーブするか、エベレスト拷問相手にするかもしれへんから、これセーブしておいた方がいいな。ちょっとお願いします、体力回復。あれ行き過ぎられる、これ行き過ぎられるけど、え、ちょっと気になるな。何時は神か。いや、違います。ああ、ごめんなさい、違います。神かって言ってるな。うわ、100% 悪。120% やな。悪って言って、お、なんかフーってした。なんかフュンってしたやん、今。え、今フュンってしましたよね、なんか。うわ。何これ、流してくるんじゃん。流してくるんじゃん。あ、してこいんか。あ、なんか、あ、パシャシャ言える。え、なんなんあれ、え、こっから行ける、もしかして。あ、行けへんよな、ちょっとよく分からへんけどさ、一応今瀕死な状態のブラッドやから、これできれば回復だけ探したいのにな。うーわーもう動くと死ぬぜ。あんたと仲間さん方はわしらについてくるんじゃ。あ、どこ、ロシアンルーレットゲームじゃ。ここの奴らは新鮮な血を見に群がってきたんじゃ。これが終わったら逃してるぜ。3ラウンド。それで、一緒に遊ぶ仲間さんの命を選んでくれや。あ、こっちの方かな。一緒に遊ぶって何？死ぬかもしれない奴ってこと？死んでも構わない奴ってことで俺は選べばいい。であれば、まずナンバーワンはごめん、お前やん。絶対お前。で、これ、決定できひんだけど、こいつ。このお兄ちゃん、うん、せやん。え？準備はええか？何すんの？行くぜ。え？え？押すの？え？出たら死ぬってこと？押すよ！あ、あ、危な！え、これ俺も押すの？押すよ！あ、出た！敵が死んだ！まだ終わりじゃないぜ。え、まだやんの？え、じゃあもう逃がしてくださいよ。うっせやん。一緒に遊ぶ仲間さんの命を選んでくれや。ねえ、やっぱそうなったこいつなんやな。上がってこいよお前、負ける気せえへんわお前テリーやったら。準備はええか、行くぜ。行くよ、一発目。はい、勝った。
はい、勝った、イエーイ。じゃテリー最強かもしれん。この話はテリー、お、次はビッグベアとの勝負じゃ。ビッグベアとの勝負、お前か。控えせ、一緒に遊ぶ仲間さんの命選んでくれや。ごめん、ほんまに一番いないやつで言うていい？ほんまに一番いないやつ実はこいつやったりする。俺こいつかこいつやったりする。だこいつまだ俺愛着湧いてないから。でもめっちゃ強いって可能性もあるやん、こいつ見てないから。めっちゃごめんな、なんかほんまに純粋な気持ちで言っちゃったこいつになってまうね、ほんまに。うん、ごめん、ちょっとテリー2回デスバッタからよ。え、ビッグビアなんか全然ビッグじゃない。準備はええか、行くで。お願いします。マジか、押します。おお、行きます。マジか、押すよ、せーの。あー、出た。マジか、次は英語とあるはずや。次は、え、うせやん、お前3回勝つまでやらすの。え、ごめん、じゃあ勝ちに行くわ、じゃあ勝ちに行くわ俺。おう、お前は悪いけど、もう勝てると思うのよ。もう連打してもいいぐらいでこいつ強いからな、うちのこいつは。行くで、押します。大丈夫、押します。よし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 、決まれ、押します。え、うせやん、押します。うわ、来た、決まれ、せーの。え、テリー今までありがとう。なんか、うん、最後の方はあんまりテリーと仲良くするとことかなかったけど、でも最初にやっぱりテリーが教えてくれたノウハウが今の俺に繋がってるのもあるし、でその最初ちょっと、え、二丁目とかって言うてもうたところも俺ほんまはずっと心の中で使えたんやん。でもそう、なんかテリーの純粋な気持ちになんか支えられてここまで来れたと思うし、うん、まあ、とにかく天国に行っても、まあ、ちょっとバカし俺らを待っててくれたらなって思うから、ごめんな、押します。せーの。うせやん、ほんまに、うせやん、ほんまに、出えへんと思って俺それネタとしてやったんやけどな、マジで出たん。ちょっと待ってや、うちのメンバーって2人死んでるんだよこっち。よし、行ってこい、ニワトリ、準備はいいか、行くで。よし、まあここも押します、さらっと押します、せーの。なんで、なんで、ちょ待って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 、キリないやん、いやキリないやんか、いやほんまふざけてるマジで。お前、俺足して4人にならへんちゃうんけ、もうお前。あ、もうこいつええわ、こいつもええわ、もうこいつ出すわ、こいついっちゃん死んでやから、もう知らんし全然、目開いてんのか閉じてんのか分からんわ、もうお前。行くでやろ、せーの、ドン、はい、もう一回行きます、こっちね、せーの、ドン、はい、大丈夫やった、ここで決まれ、せーの、せーの。え、2回耐えた、得たよ、いきます、敵側、せーの。あっ、勝った、せやん。え、たまらんの、あんたはここで未来をつかむかもしれん。ご一緒マグって、これはあんたがつかみ取れる儲けのほんの一握りじゃ。挑戦いつでも待ってるで。挑戦ってお前、挑戦ってよお前、もうさあ、ちょっとさあ、え、回復するつもりで俺ここ来たんですよ。ちょっと待って、入れ替えがあるから、てか空いてもうてるから、もう空き出てもうてるから、こっちでパーシー入れる。じゃあパーシー入れて、今ファーディとレイジ死んでるから、ちょファーディ変えるわ、なんとせめて2人生きてる状態にするわっていうことやんな、今っていうことやんな、今全員死んでたってことやんな。じゃあ何やったら、二度と来たくないけどな。